アホチンファン、いない?負けです。もう集まる気力もない。ようやく B 点泣くか若手見せてくれなおらん模様。佐野が復活して嬉しい。最近アンチが調子乗っててうざかったし、途中で見るのやめてよかった。ちょっと無理そうですね。大瀬良が降板してからの無気力打線。まだ帰ってこずに友達と遊んでればよかった。現地で見てたけどタオルもらえんかったら切れ散らかしてた。もう再開でいいよ、しょうもないから。フェンスまでバンバン飛ばす広島と定位置にしかフライが飛ばない非力打線。さすがにここまで行くと5位フィニッシュで首脳陣一新がベストやな。負けても何も感じなくなってきた。青つながりで違うチーム応援しようかな。西浦昇格させといて全く起用しないところが三浦の監督としてのセンスのなさ。出てくるのはファミリー。打てないくせにしっかりベースボールが原因で負けるのが芸術点高いな。切り替えて明日からも同じメンツで戦うぞ。去年今年を半端に疲労させてシーズン進んでるから来年は中日あたりにも食われそうやな。ベイスターズのファンだけど三浦監督は今年で辞めてほしい。やっぱり B クラスがお似合いやね。お前ら本末変えへんな、せめて一勝ぐらいせえよ。 B クラス行きそうやし、バトルブロック解禁してええで。三浦は選手一人一人とあんま話してる気がせんのやがやってんのかな。コーチ任せか。ご視聴ありがとうございました。